パンパシフィック、インターナショナルホールディングス、ドンキホーテ株式会社、ドンキホーテは、関東地方を中心に、日本の主要都市や主要地方都市で、ドンキホーテブランドなどのあるに、総合ディスカウントデパート及び、総合スーパーマーケットを展開する企業。本社は、東京都目黒区、青葉台。略称はドンキ。テンポロゴなどにおいてはドン。キホーテと、 ドンとキホーテの間が、ピリオドの表記となっている。ドンキ、ホーテではない。現在の株式会社、ドンキホーテは二代目法人である。2013年8月に株式会社、ドンキホーテ分割準備会社として設立され、初代法人より、会社分割で事業を承継した。初代株式会社、ドンキホーテは二千十三年十二月に称号を、株式会社、 ドンキホーテホールディングスへ変更し、持ち株会社体制に移行。1号店、ドンドンドンキ、チムシヤッツイ店1号店は、東京都府中市のドンキホーテ府中店。当初は、平屋の小さな店舗で倉庫形態を採用していた。本社も府中市にあった。その後、総合ディスカウントストアとして展開。1997年11月に、 東京都江戸川区のドンキホーテ火災店内に本店を移転。2006年9月から本店を東京都新宿区西新宿の新宿住友ビル35階とする。その後2009年9月から東京都目黒区のドンキホーテ中目黒本店内に本店を移転した。営業本部は東京都八王子市松木のドンキホーテ系大堀の内店の3階にある。 パーティー用品や雑貨などのほか、食料品や種類、化粧品、日用品、衣料品、レジャー用品、インテリア、家電製品、携帯電話本体及び関連商品、宝飾品、ブランド品、アダルトなど、幅広く取り扱っている。関連会社に、長崎屋、ドイト、第新百貨店がある。このうち、長崎屋、第新百貨店については、ジブランドからドン。 キホーテブランドに転換して営業している拠点もある。イルマ店は、ドイトが運営しているため、店舗ブランドとしてのドン。キホーテは、直営店舗と、長崎屋運営店舗、ドイト運営店舗、大新百貨店運営店舗とが存在する。大半の店舗は、午前9時から11時に開店して、深夜3時から5時に閉店する長時間深夜営業で、一部は24時間。 営業である。幹線道路沿いの店舗では駐車場を完備しているが、都心、駅前店などでは立体駐車場を併設している場合が少数ある、のみである。駐車場は基本的に無料だが、店舗によっては買い物金額に応じて無料時間を設定していたり、近隣のコインパーキングと提携している店舗もある。営業時間に関しては、 基本的に法律や地元自治体の指導に則っ,った上で営業しているがトラブルも多い圧縮陳列と呼ばれる陳列方法を採用隙間なく商品を並べて店内は半ば迷路のようになっており買い物客に目当てのものを探し出させる宝探し的な要素を持たせている同一商品が同じ市町村内でも店舗ごとに価格が異なることは 珍しくない。これは価格決定が担当者裁量に広く委ねられていることからである。店舗によっては、ロープライス保証商品と銘打った商品を陳列するときがあり、その場合は購入後に、さらに安い価格が設定されていれば、差額を返金する保証制度をとっている。また、過去には無期限返品可能制度など返品に柔軟であったが、現在では、 返品にある一定額以上は店長裁量で返品受付の可否を決定している。ペンギンを図案化したドンペンとドンコ。杉並店で店内ポップに書いたペンギンのイラストから発祥した。同店のテーマソングミラクルショッピングドンキホーテのテーマが基本的に流れている。このテーマソングの CD はドンキホーテ店内で販売されており、 着歌の配信もされている。また、各店舗に問い合わせると、保留中にこのテーマソングが流れる。作詞作曲、歌唱は、同社の元社員で、プロミュージシャンの経歴を持つ田中真由美である。ドンキホーテでは独自の電子マネーの間近のほか、店舗により、楽天エディアスイカなどが利用できる。 ドンキホーテグループによるプライベートブランド。家電、医療、雑貨、家具、食品と商品も多岐にわたる。ブランド内でも品質、機能等により3種に分類されている。ここでは P グループの店舗ブランド全般について扱う。特記なければ当社による運営である。いずれもミニショップ形態の専門店。一部の店舗には ATM を設置している。 エビスタワードロボー市場、ドンキホーテメガドンキホーテピカソ相模の国の、駅 WR、パンパシフィック、インターナショナルホールディングスグループは独自の、プリペイドカード式電子マネーとして、マジカを導入している。カード発行会社は UCS で、電子マネー機能の運営会社及びアプリ版、提供会社は、ドンキホーテである。2014年3月18日発行開始。 全国のドン・キホーテ、メガ・ドン・キホーテ、長崎やドイトグループなどグループ全店で利用可能でチャージ金額の1%がポイントとして付与される。会計時にマジカカードを提示すると購入金額が1001円以上の場合に2020年7月1日以前は10円未満を切り捨て、以降は4円以下を切り捨て9円以下は5円と会計される。 年間購入金額に応じたランク別特典や対象品の割引購入など優遇があり、カード利用者が優遇特典を利用するためには、クラブ電本モバイルかマジカアプリでユーザー登録を要する。登録会員に割引クーポンを発行し、モバイルサイトかアプリに表示される QR コードかマジカ時期カードを発見機に認識させると、 店舗が設定した割引クーポンが1商品につき1枚発行される。商品ごとに設定された発行上限に達すると商品選択ボタン上に上限に達しましたと表示され発行されない。一人が同じ商品について複数枚のクーポンは発行できない。丸読クーポンはメルマガ登録会員向けのサービスであったが間近開始以降は マジカ登録会員向けのサービスとなっている。アピタピアゴ各店では自社電子マネーのユニコを展開していることもあり、2019年にグループ入りした後もマジカの利用ができなかったが、2020年4月6日からマジカの利用ができるようになった。ユニコの利用終了によりマジカへ移行を受け付け、残高などを引き継ぐ。なお円満会計はアピタピアゴでは、 対象外である。ドンキホーテでは、事件前から、相次ぐ放火被害に悩まされていた。そのような状況の中で、2004年12月に、埼玉県埼玉市緑区の、浦和加月店と見沼区の、大宮大和田店で、連続放火被害が発生し、従業員3名が、死亡、8名が負傷した。この死亡事件をきっかけに、従業員の遺族は、 埼玉市消防局の怠慢により死亡したとして、2007年12月に、埼玉市に対し損害賠償訴訟を提訴するも、一新の埼玉地方裁判所は2010年5月に請求を帰却する判決を下した。原告は東京高等裁判所に控訴するも、2011年3月に和解が成立した。放火された場所は、新宮売り場であった。 この事件では、連日続く報道により、模倣犯も現れ出すなど被害が拡大し、安田は、経営者はあり得ないと思うところにまで頭を巡らせて、体制を築かなければならないと、災害対策の改善を誓った。2009年から2010年にかけて、ドンキホーテ放火事件の遺族、マスメディア対応の最高コンプライアンス責任者を担当していた、当時の常務が、 遺族対応のコンサルティング会社へ支払う経費として、自身の決済で同社から約1800万円の費用を得たが、その申請書類が虚偽で得た金を指摘流用したことが、社内調査で明らかとなり、2010年12月に辞職した。同社は、警視庁へ詐欺容疑で告発し、2011年6月6日に、同容疑で、警視庁に逮捕された。 10月31日に東京地裁により懲役3年6ヶ月を言い渡された。2013年10月21日、メガドンキホーテイ,イーズカ天皇25歳の男性従業員が商品陳列中に脚立から転落して死亡した事故が発生。遺族側が狭い通路で脚立を使って2メートルの棚に重い、商品を積む作業は危険であったにもかかわらず、 同社が安全配慮を怠った等と主張しドン・キホーテを提訴。このことに関して、ドン・キホーテ側は、通常使用すべき踏み台ではなく、誤った方法で脚立を使って起きた事故と認識と主張している。2013年6月から2014年にかけて、ドン・キホーテは、東京都内の店舗で実際には実在しないメーカー、希望小売価格を、 店内のプライスカードに表示し、そこから割り引いたように偽り、販売価格を安く見せかけて販売したとして、東京都はこれらの表示は、実際より安い印象を消費者に与え、景品表示法に違反するとして、ドン・キホーテに、表示の改善と消費者が誤認するような偽装表示を、行わないことを指示した。同社は、秋葉原店内に、AKB48 劇場を2005年に、 貸し与えるなど、AKB48 に対し有形無形の支援を行ってきており、その後2009年には、AKB48 の運営会社である、アックスとの間で、関連グッズの独占販売権を取得することで合意していた。しかし、アックスは合意を守らず、さらにアックスの株主である経楽産業が、CR パチンコ AKB48 を発売するようになった。 このためドンキホーテは100億円超の収益を得られなかったとして2014年にアックスと軽楽産業を相手取って東京地方裁判所に訴訟を起こし2015年に和解した2015年3月31日ドンキホーテ八王子駅前店の中国人の男性従業員が買い物に来た客の30代男性の顔を殴りつけ 突き飛ばし、倒れた男性に馬乗りになって、頭や背中を数十発殴り、全治10日の怪我を負わせた。中国人従業員に対する処置に関しては、明確になっていない。同社は、東京、多摩地域などの複数店舗において、労働基準法36条に基づく協定に、違反した、長時間労働が行われていたとして、 東京労働局過重労働撲滅特別対策パインが同社本社など関係各所を家宅捜索し2016年1月28日に法人としての同社と支社長3人と店長5人の計8人を検察当局に書類送検した過重労働撲滅特別対策班による書類送検は3例目である同社は 東京労働局の指導のもと、2015年7月より違反が発生している原因の調査を行い、労働時間管理体制の変更、人員体制の整備、監査体制の強化を実施し、長時間労働を発生させない制度と体制を整え全グループ会社において、労務管理上の違法状態は解消していると発表している。 同社に対する特別対策班の活動は、テレビ東京で2016年2月9日に放送された、ガイアの夜明けで取り上げられた。1999年に、翌日の午前3時まで営業していたドンキホーテ、五日市街道小金井公園店の周辺住民が、深夜営業の短縮を求めてきた際は、大棚審による審議決定もあり、 ことを荒立てるべき時ではないと判断し、営業時間の短縮要請を受け入れた。その後も、全国各地のドンキホーテの店舗で同様の反対運動が発生し、マスコミも相次いでこの運動を取り上げたため、ドンキホーテは一時休止に陥る事態になった。その後、ドンキホーテはそれらの猛省を踏まえ、純利益の5%を環境対応コストとして予算に組み込み、 店舗周辺の清掃や警備員による巡回管理、車両の誘導などの費用として当てたり、出店前後に周辺住民から寄せられた要望に関しては必要な対策を講じた上でオープンにしている。しかし、2018年現在でもインターネット上には客の品が良くないなどといった声が少なくなく、出店時の住民説明会でも 交通量の増加や深夜営業に対する懸念の意見も参見されることがある。広報資料、プレスリリースなど一時資料間近に関するカテゴリー、ありがとうございます。